話がだいぶ初対じめてきちゃったな。こういう話って好きなね。私別に怒ってしないわ。少し悲しかったね。ごめん。何ペッティングって知らないの？愛のことよ。君は声を出す方かい？は？女は男を楽しませ、男は女を作り変える。変天限りない女の愛の姿。この間ね、密告されたのよ、この近くの料亭さん。売春法ってやつか。でもね、恋人同士なら構わないんですって。さあさあさあ、善は急げ、川は泳いでる。守るも攻める枕がねえの、トン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 。パパさん、おい、私困んない。お互いヤブは予想じゃないか。勘弁して、ね、パパさん。ほら、こいつで貴様を殺し、俺も死ぬ気だったんだ。奥さんの方こそ、ご亭主が他の女のところに帰らなきゃならなくした、そのサービス不足っていうか愛情の不足っていうか、それを恥じた方がいいわね。筒井が式を早めたっていうのも、あなたのようなアバズレが一緒に大酒を飲んで筒井の体を壊して死ぬけたからですよ。それは何ですか？盗人だけだけしいとはあなたのことですよ。若尾綾子、フランキー堺の初顔合わせに、大英初演出の川島雄三が流麗なタッチで女性の悲しみと喜びを描く文芸大作